産食材で簡単クッキング、藤沢ごはん。こんにちは。今回は惣菜パンのようなほうれん草ケーキです。発酵させないので簡単に作れます。緑が綺麗なケーキなのでぜひ作ってみてください。1月の食材は藤沢さんのほうれん草を使います。ほうれん草の生産者はご覧の方々です。今回はほうれん草たっぷりのお菓子を作ります。材料4人分はご覧の通りとなります。ほうれん草を3センチの大きさに切ってからフードプロセッサーにかけます。ほうれん草をよく洗って軸は切り落としてください。切り分けたほうれん草をそのままフードプロセッサーに入れ、 100cc の牛乳を加え細かくします。バターと砂糖を混ぜていきます。無塩バターを室温に戻したらクリーム状になるまで練ります。砂糖を2、3回に分けて入れていきます。はい、バターと砂糖が混ざったら卵を入れていきます。これは数回に分けて入れる感じでいいですか？分離してしまうので少しずつ入れて混ぜていきます。はい、いいよ。卵が混ざったらほうれん草を入れていきます。一気に入れちゃっていいんですか？こちらも分離してしまうので少しずつ混ぜていきます。はい、ダマにならないように混ぜ合わせてください。小麦粉にベーキングパウダーと食塩を入れてふるいにかけていきます。はい、入れちゃいます。ふるいにかけた薄力粉を数回に分けてほうれん草の生地に加え、ヘラで切るように混ぜ合わせてください。焼き型にクッキングシートを敷き、生地をまんべんなく型に入れてください。180度のオーブンで30分焼いていきます。その前にこの生地の上にマヨネーズをのせていきます。マヨネーズをのせると焼き上がりがとても香ばしくなるので、ぜひやってみてください。美味しそうですね。焼き上がりました。すごい香ばしい匂いがします。はい、はい、これで惣菜パンのようなほうれん草ケーキの完成です。お子様にも喜ばれるほうれん草ケーキ、お試しください。